定額明けなんですね。なんか勝手に定額してたけど、これが大地康夫さんです。結構知った名前の柄が、はいを使ってきました。ビビったね。はい、この3人組、はい、少女隊です。少女隊、少女隊です。これだからちょっとね、少年隊にちなんだ感じでできた女の子ユニットなんです。急に顔つきが変わる。あの時のヒロシの顔の変わり方すごい好きですよね。ガッと左に入ってから、まあ瞬殺されるのはどう。3人まとめて6個よ。6個。あ、そう、6個。あそこ好きなんです、ね、今回のお気に入りの演唱しかね。と面白かったね。はいはいはい。そう、お仲間して行くと、うん、そうするとこれ神社に向かっていわゆる3人ね、はい、あ、途中で、はい、歩いてる途中で先にキクリンとかな、うん、あのミノルが歩いてくるわけです。あ、ミノルもいるか。そう、そうかそうか、はい、ミノルはタバコ吸ってる、キクリンは仰いでる。そしてこれね、キクリンちょっと前髪おろし入ってるんですね。タラーン、パーマのおろし。これね、結構やっぱここでね、みんな変わってるんです。トールもやっぱりちょっとポマードテカテカをきつめにして、うん、若干短めに仕上げてますね、はいはいはい、ヒロシ横刈り上げですから、ね、いやもうグリーンってましたけど、あれ刈り上げちゃってる。これ時代、これね、あのやっぱ清水浩二郎さんは音楽活動してるでしょ、はいはいはい、それに伴っていろいろそっちに合わせてなんかやんなきゃいけないとかもいろいろあったらしい。なるほど。だから最終のあの6作目の髪型になるんですね。もう楽しみにしとかない。そう、やっぱそういう本業の方がある。なるほどね、うん、はい、まあそういう感じで、うん、でキクリがちょっと完全に変わった。ちょっとねかっこ悪かったあれは。あれはやっぱ3作目までのキクリの方が渋いっすね。渋い、ビシッとしたパンチでね、なんであんなちょっと垂らしたかなぐらいのね時代なのかな。まあ、ミノルは意外とそのまんまでしたよ。そうです、まあだってここがモコッとしてる。そうが出てくると、うん、で、なんだお前ら中学生なんか連れてよっつって、いきなり聞くだが言うわけです。行きますよ、かまして、ね、何も知らんで言うなとね。あの、これから乳水大会が待ってる。そうすると乳水、じゃあ俺も連れてけと。これ3作目でも見ましたね。はい、同じでしたよ。そう、ごめん、じゃあ俺も連れてけ。これ全く一緒なんです。もうそれしかねえやん。そうまあキクリーン、うん、はい、何を言ってんだと、お前なんか連れてくかっていう感じでなります。ホスト、そこに前川慎吾が現れる、はい、プレイボーイ。おお、みんな集まって どうしたのみたいな。ホストなんかいきなり、ミノルがいきなりガッと慎吾を捕まえて、はい、お前ついてくんの勝手だけど父は吸わせんぞ。ミノル、お前も吸わせるかっていう、ここでね、ちょっと面白さというかね。てかもう今回は早くもこの4番が、そうもうあのメンツプラスミノル入ってますからね。激強メンツだから、なんであの前作で、はい、あのりょうちゃん一派が出てきてからのミノルをこんなあんなふにやらしちゃったのかなっていうのが ねまあ菊中が戦うところもなかったんでね、うん、まあこれはしょうがなかったのかなと思うけど、不意打ちは偉大だよっていうことなのかな、はいはい、そしてこのメンバーで、ええ、その決闘相手ですね、結局ね、何中だか忘れたけども、まあ行きます。その前にそいつらが映ります、はい、そうするともう晒し巻いた男が「おりゃーおりゃー」とか言いながら市内振り回してるわけですよ。めちゃめちゃこんな中学生いねえよ。ちょびひげ生やしてね。おっさんやで、晒し巻いた中学生がいるわけ。そうすると、ちょっとアロハシャツみたいな着てるわけ。「俺らを呼ばなきゃなんねえほど強えやつなのか」とか言ってるんですよ、はい、もうなんかね、ヘベーの顔がちょっと片方なんてもうちょっとこれ絶対ヤンキーじゃねえだろうって、どうやってこれ選ばれたのかなっていうぐらいのやつなんですよ。わからへんけど、うん、ほんと来たみたいだぜっつった、あれーとか言って降りてきますね。バーうん、なんか落とさなかったっけ、ちょうちんね。あ、そうか、ちょうちん落としてからそれを追いかける感じで、あれーって言うとデデデーンつって全員が並ぶわけですよ。あ、そうかな。ほんと、マサオ多いじゃねえかいきなりビビりかましてるわけですよ、はい、相手6人いるわけだから。ほんと、あなけこんな俺なんて聞いてねえぞみたいなことを、向こうの高校生、向こうも高校生を連れてきた2人ね、聞いてねえぞって言うと、うん、お前らも連れてきてんじゃねえかみたいな、まあ、結局お互いね、はいはいはい、うん、まあでもこれ正雄はさ、本当にたまたまだからね。そう、もともとはね、そうそう、同級生3人で行こうとさ、そうだからこれ不利だったのね、はい、高校生2人いたんだから、お前高校生不利だぞってこっちが言ってた可能性あるんだから、うん、はい、そうそれがこういうね、ひょんなことからこうなってしまった。本当にたまたまなの、これ全部が。道歩いてたらだって聞くなんかが来たんだから。そうだよ、みんな父が吸いたくてきてんだ。そうまあそんな感じで、はい、うん、だけど心配すんなと、やるのはあの2人だけだと言うわけですよ、はいはいはい、そうすると、早くしろや、俺が心配してやろうっていうのがまず聞くな。あれ、菊中の番長じゃねえかみたいなね。ちょっとね、うん、そうすると立花の稔様気が短いのを知らんのかと言ってるわけです、はい、そうすると前川がいきなり前に出てきて、市内を持ってね、あ、いい木刀じゃないのっつって、
オラッと振り分けるともうねもうビビっちゃうよね、はい、もうこれで終わりですよでそろそろやろうかっつったところでもう降参ですよ、ね、はい何も起こらなかった。そうで結局まだシーンが切り替わる。まあこれはもう喧嘩をせずして勝ってしまったっていう設定です、はい。そうするとこの厨房相手の厨房があの酒樽を抱えて走ってるわけですよ、なんか何やっていう正岡一郎ねあの言いながらね、どれやでやなんでこのさ高校生がそもそも酒樽をすぐに注文してくるのがこのすごいのよこれ。もうその間行間気になる。はい。そしてこのカット終わるでいきなり父出せやのキクリに変わるんですよ。もう顔突っ込んで酒すすってもうなんならチョロ前髪にもうついちゃってますからね。うわー。その時は父出せやとか言ってるわけですよ。はい。本当約束が違うと約束が2人ね、はいはいはい、うん、あれだったって言うんだけど、ね、まあもうここまで来てもうしょうがない5人もいるわけですよ結局ね、うん、もう約束は2人だったって言うけどまあそんなもん関係ねえと、うん、まあそうするとそうやってじゃあなんだお前は帰れみたいなちょっと揉め事になるわけです、うん、そこでね、はい、そうすると前川が2人あの3人の肩を持ってもうああいうのはほっといてお兄さんといいとこ行こうみたいなこと言ってると、はい、それに気づいたみんなが一気にあの前川に襲いかかるわけです、はい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 、ここで一回ちょっとね立ちが始まるんですよね。これなかなかね後ろから蹴りやっけってでミノルも結構ハイキックとか出してるんですよ。ここやっぱり本当元キックボクサーというか ねそこら辺の立ち回りがすごくうまいなっていう、ま、足上げるんですよ必ずね、うん、ほんで、まあ、最終なんつうのかな前川を一気に蹴り倒して、うん、そこにキューッと車止まってきますからね、はい、あれ結構リアルですよ。すごいよね。もうリアルリアル。そして前川を捕まえこれ何かというと豚を運んでる車なんですね。あんなむき出しで豚運ぶのかなってぐらいにね逃げたい放題後ろね、はい、ちょっと降りられたら終わりだし怪我しちゃうよ豚もね。危ねえ危ねえ。普通はなんか、はい、あの屋根垂れついてるでしょってぐらいにね。ただの荷台に七八匹豚がいました。結構いましたよ。そこに信号を担いで乗っけると。確かに。はい。あれ切ったらあれ本当も本物だよね。いやそうだよね。マジで嫌だと思う。あれ本場も、はい、あれもうあの多分下のやつあれうんこだと思う。いやもうドロドロでしょうね。そう。そしたらミノルてめえもいらねえと言ってミノルまで抱えて二人で放り込まれ。はい、あれ結構ね。豚がいるとこ普通にドーン投げてるからね。あれ豚も結構衝撃食らってますよ、ね、だいぶ今だとまたいろんなところからそうありえる。これ豚が絞れたらどうすんのとかこれからねいろいろと。まあね、使う豚なのにっていう、そういうクレーム来たかもしれないですありえますけど。で、足毛に蹴ったりね、うーってミノルなんかやってましたよね、あれね。もうあれ見た時、もう制服があって僕なんとなく思っちゃう。もう泥まみれですよ、あれ。うんこまみれ、泥まみれというか。本当にまあ、汚いですからね。うん。で、ちゃったんだ。最終。まあ、なぜかキクリは残るんですね、これね。なぜわからんけど。二人と言ったけど、三人。まあ、一応三人いるからね。一人一人かな、みたいな。そうそう。それで、七出せやーみたいなこと。そしたらもうなんかね。しょうがないわねみたいな感じになるわけです。ほんでなんかまあスカーフをほどき始める。三人がいやらしい顔して、あれヒロシなんかめっちゃいやらしい顔。一回顔見ますからね。胸元見てから一回顔見るんですよあれ。あれうまかうまいですうまいところだね。マジの好きで。そうそう。そうするとザケンじゃねえっつって三人で一気に蹴り上げる。そうするとうわーっとまたロープワークで上に吊られると、なぜか上に牛のアドバルーン。なんアドバルーンなのかな。わからん。なんだかわかんないけど牛が浮いてるわけですよ。謎の牛ですよ本当に。でそこのそこにちゃんと乳があるのね。はいはいはい。でそこに捕まると。そうするとおこんなところに乳が。ラッキーそうです。聞くなら、すってすって吸いまくれーとか言ってね。バカなマジで。あれは何なんだから、やりたかったのかな、監督が。まあね、そういうシーンだと思ってそして、まあ結局、吸って歯を立てるもんだから、多分、空気が抜けて、海の中に ね、落ちてしまう。はい、これなんかね、撮影秘話なんだけど、はい、結構大変だったらしい。いや、こんなことやらされんの聞いてねえぞぐらいだったらしいですよ。それ役者陣。いや、みんなプロテクターくっつけてロープ釣りにされて、本当に海の中起こされてんだから。考えればそうかそうかね、聞いてねえと。しかもなんか夏でもなかったらしいですよあれ確か。寒いんかも。やだね。だからなんか後々の撮影秘話でね、まあこんなこと大変だった聞いた。あんなふざけたシーンのためにですか。うん、これはだからこれがね本当になんつうのかな、前半も前半部分なのね。そうですね。そうだからね、やっぱここから別にトータルはだいたい90分ぐらいですよ、うん、ビーバーパイスクールって、うんうんはい、だけどなんかちょっとボリュームあるというか、はい、ここから今度校庭の屋上シーンに行きますからね。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。